はい、始まりました。石門ジャップ TV。 今週関西の J チームの監督人事に大きな動きが、 J リーグ民をざわつかせるニュースが2つ。セレッソ大阪のロティーナ監督退任と、京都サンガ FC になんとあの京都を地元とする張喜寿氏が来年京都の就任有力とのこと。その2つのニュースについて語っていきたいと思います。まずセレッソのロティーナ監督退任に関しては、ネットの書き込みなどを見る限り、セレッソサポーターの方にとっては非常に惜しむ声が多い印象があります。しかしセレッソが J リーグでタイトルを取る、特に J1 優勝を目指すのであれば、強化部の判断としてはロティーナ監督では厳しいとの烙印を押したのでしょう。そこには個人的に理解はできます。なぜならセレッソのチームから攻撃に比重を置き、豊富なタレントの技術力をふんだんに活かした即興性があり、見ている人をワクワクさせるサッカーから見ると、近年のセレッソの監督、ユン・ジョンファン監督やロティーナ監督は、規律を重んじる、いい守備からいい攻撃にといったボールを保持してないところでの戦術に比重を置いた監督ということもあり、セレッソらしいワクワク感から一転、硬い感じがします。背景としては、ユン・ジョンファン監督が就任するまでのセレッソが、シーズンごとの浮き沈みが激しく、いいシーズンと悪いシーズンの差が激しすぎたこと、特に2014年の降格が影響したと思っています。クラブの歴史に踏み込むと、2005年と2013年の大躍進から一転、翌年降格するという歴史がセレッソにはあり、かつ個人的なイメージですが、試合終了間際の勝敗を左右するような失点が非常に多い印象があり、セレッソの自由な風潮にクラブの上層部はメスを入れて、規律を盛り込んできたと考えられます。2017年のユン・ジョンファン監督から始まり、ロティーナ監督に継承されて4年、セレッソに根付いた規律に本来持ち合わせているセレッソのタレント陣の自由な発想から成り立つ攻撃スタイルを調合させる狙いがあると見ております。ただそういうのって結構うまくいかん、前任の監督のいいところを引き継いでさらにブラッシュアップさせる的な発言は当てにならん。個人的な J リーグあるあるとして言っておきます。まあセレッソとしては J1 優勝を狙うのであれば、ついに勝負に出てきたなと。来年は J1 が20チーム編成になり、降格枠が4つあるはずなので、そこの心配もついてくると考えられ、ちょっぴり危険な博打感は否めません。躍進から降格の再再来にならなければいいんですが、二度あることは三度あると言いますので、セレッソサポーターが心配する気持ちはよくわかります。まあただそれくらいの改革をしないと優勝は確かに難しいと思います。なぜなら川崎フロンターレの存在があります。今年セレッソは川崎フロンターレにダブルと両ゲームとも完敗してますし、そこを倒さない限りは、まあ、来年も優勝は厳しいだろうということで、セレッソ大阪としては誰を監督にするのか、後任候補がいろんな名前が取り沙汰されており、かつてセレッソに所属した七海氏やファン・ソンホン氏をピックアップしていると報道がありましたが、 OB 路線は個人的にはあまり結果が出てるイメージは少ない。川崎の鬼木監督や広島の森保監督の例があるので何とも言い切れませんが、今後のセレッソの監督誰になるのか、ロティーナ、ナナミといったしりとりのような監督人事を心配するセレッソサポーターにとっては、来年どういう年になるのか、まだ今年の試合数も他チームよりセレッソは残っており、 ACL の可能性もまだあるだけに、今後のセレッソの動向には要注目なのかなと思います。そして次、京都の監督人事ですが、あの J2 を震撼させ、 J1 でも躍進し湘南スタイルを築き上げた張喜寿氏が京都サンガ FC の監督に就任最有力とのこと。まあひとまず実吉監督があの今シーズンの大型の戦力で、まあ、これだけの低たらくの成績であれば、まあ、当然来シーズン続投はありえないだろうなと思っていたところ、次誰がサンガの監督になるのか気になるところで、育成本部長の加藤久志が復帰してきて、この加藤久志が再度京都サンガ FC の監督に就任っていうことだけは個人的に絶対に避けてほしいなと思っておりましたので、今回張喜寿氏のニュースに関しては非常に嬉しい限り、
まあそんな加藤球史に関しては、かつてサンガで監督就任した際は、センターバックの選手をサイドバックに配置して、サイドバックの選手をウイング、前線のウイングに配置するなど、もう戦力をもうむちゃくちゃにしておりましたので、あれだけ戦力を活かせない監督っていうのはまあ珍しいぐらいの采配をしておりましたので、まあそんな中で、次のサンガの監督は張キジェ氏が有力の中、その張キジェ氏に関してですが、かつて2015年の年末当時、京都サンガ FC のメインスポンサーである、京セラの名誉会長、いやもはや財界のドン的存在、稲森氏が出向いてまで送ったラブコールがまさかの土壇場で実らず、5年の歳月を経てようやく京都の張キジェ監督誕生となると、マジで熱い。2016年当時は湘南に逆転残留を、果たした時、湘南ベルマーレのサポーターの喜びようは未だに鮮明に覚えてますし、断られた身としては、となったのも記憶に新しいです。何はともあれ、新人監督養成所のような悪しき京都の監督人事を払拭。そんな京都の監督就任有力な張キジェ氏は、パワハラ報道による退任から大学での育成に携わり、ワンクッション置いて、プロサッカーチームの監督に1年半ぶりに再スタートをする見込みということで、選手へのアプローチなどマネジメント手法は多少制限が入り、慎重にならざるを得ないところが懸念材料としてあるものの、個人的には非常に楽しみ。まあ張キジェ監督に関してはいろいろと意見を言う人はいると思いますが、プロサッカーの現場なんて超実力社会、しかも監督が決断を下す立場であるということから、パワーバランスが働いてしまうのは当然のこと。パワーバランスからどうしても選手を飼い殺しにしなくてはいけないことも起こりうり、選手を無視するようなことも発生する中、張キジェ氏は多少やりすぎた部分はあったにしろ、妥協しない仕事ぶりから人にしっかりと向き合って起こってしまったパワハラは、無視によるパワハラより僕はまだマシだと思っています。無視系のパワハラは立ちが悪く表面化しづらい、そういった表沙汰になっていないパワハラなんてこの世にいくらでもありますから、時には妥協を許さないぶつかり合うような厳しさも必要なんです。もうプロサッカー選手ならなおさら、今後張キジェ氏としてはバランスを取るようにするとは思いますが、勝負に徹することができない甘さとチームスタイルを確立できない京都にとってはうってつけの人物だと思います。まず何より自身のスタイルをしっかりと持っている、そして湘南で J2 で3シーズン全て J1 昇格させるという 100% 昇格男、複数のクラブで J1 昇格を成し遂げている小林慎二監督に次いで申し分ない実績と言えるでしょう。京都出身ということもあり、監督としても京都サンガ FC というチームが再起するという意味でも最高のシチュエーションなんじゃないでしょうか。全員攻撃に全員守備、ショートカウンターによる速攻を第一選択としつつ、ポゼッションをないがしろにしないサッカー、サンガに足りなかった全員がハードワークすることと戦う姿勢を京都に植え付けることができるんではないでしょうか。これまでの京都はベテラン選手が多く、選手ごとで役割が大きく異なり、ここにどうしても頼らざるを得ない状況が生み出しやすいサッカーから、張キジェ監督のようにここに頼らないサッカーで実績を残した監督が就任することになると、劇的にサッカーのスタイルが変わることになるでしょう。実績のあるベテラン選手が多い京都としては、かなりメンバー編成が変わってくると予想されます。運動量命のサッカーですから。とはいえまだ就任は決まっておりません。かつて2015年年末に京都の監督に張キジェ氏決定的という記事が出ていたにもかかわらず決定しなかった過去があるので、しかしどことは言いませんが、記事を出しているところから今回は信憑性が高く、地元京都で監督就任を二度も匂わせ、二度も就任ならないというのはさすがに考えづらいため、ほぼ就任すると見ております。また就任した際にはどういったメンバー編成になるのかも含めて、また別の動画で語っていきたいと思いますので、ひとまず記事が出た段階で早とちりに思ったことを話させていただきました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。